クエルセチン、クエルセチン、または、クエルセチン、ケルセチン、は、フラボノイドの一種でフラボノールを骨格に持つ物質。排糖体、ルチン、クエルシトリンなどまたは有利した形で、柑橘類、玉ねぎや蕎麦を、はじめ多くの植物に含まれる。黄色い色素で、古くから染料としても用いられてきた。分子式は、ョ、分子量302.24。 CAS 登録番号は117から39から5。化合物名は1857年から使用されており、ラテン語で多くの森を意味するカーシートム、ラテン語で多くはクワーカス、コナラ属に由来する。クエルセチンは天然に存在する阻害剤である。クエルセチンには抗酸化作用、抗炎症作用、抗動脈硬化作用、 脳血管疾患の予防、高腫瘍効果、高圧作用、強い血管疾患作用が報告されている。クエルセチンは、ルチン、ヘスペリジンと共に、ビタミン様物質、ビタミン P の一部である。クエルセチン排糖体は、様々な薬理作用を示すことが知られている。クエルセチン自体も抗炎症作用を示し、これは、ヒスタミンの生成や有利など炎症に関与する、 いくつかの過程を抑制するためと考えられている。また強い抗酸化作用を示し、さらに細胞増殖などに関わるいくつかの酵素を阻害することも報告されている。下毒酵素であるグルタチオンを増やすという報告もある。動脈硬化モデル動物実験において、動脈硬化病変のサイズ縮小や酸化ストレスのバイオマーカー低下が報告されている。クエルセチンを多く含むものは、 ケッパー、1800mgkg、リンゴ、44mgkg、お茶、茶の木、2000から 2500mgkg、玉ねぎ、ぶどう、ブロッコリー、モロヘイヤ、ラズベリー、コケモモ、栽培種 74mgkg、野生種 146mgkg、クランベリー、栽培種 83mgkg、 野生種 121mg、kg、オプンティア、その他、要菜類、柑橘類など。また、クエルセチンを配合した健康食品もある。オーストラリア、クイーンズランド大学の研究では、ユーカリアティートリーの蜂蜜にも含まれると、報告されている。フェニルアラニンは、フェニルアラニンアンモニア脱離酵素、経費ス4ヒドロキシラーゼ。 4クマロイル COA リアーゼによるフェニルプロパノイド経路によって4クマロイル COA 変換される。4クマロイル COA は7、二次ヒドロキシ、4メトキシーソフラバノール合成酵素によって3分子のマロニル COA と縮合しテトラヒドロキシカルコンとなる。テトラヒドロキシカルコンは次にカルコン異性化酵素によりナリンゲニンへと変換される。ナリンゲニンは フラボーニト酸ヒドロキシラーゼによってエリオジクチオールへと変換される。エリオジクチオールはフラバノン酸ヒドロキシラーゼによってジヒドロケルセチンとなり、ジヒドロケルセチンはフラバノール合成酵素によりケルセチンへと変換される。ラットにケルセチンを摂取させた場合、血中に最も多く存在する代謝物はイソラムネチンである。 クエルセチンはいくつかの抗菌薬とは併用禁忌である。クエルセチンはフルオロキノロン系の抗菌薬と干渉し合い、競合的に細菌類の DNA ジャイレースに結合する。この干渉によりフルオロキノロンの効果が阻害されるか増強されるかは定かではない。ダーソフスドラッグインフォメーション2010年版によるとクエルセチンは 薬物代謝酵素サイプ 2C8 の阻害剤とされており、特にパクリタキセル、タキソールと有害な相互作用を持つ可能性のある薬物としてされている。パクリタキセルは主にサイプ 2C8 で代謝を受けるが、その生物学的利用のバイオアベイラビリティが予測できない増加をしたり、害のある副作用が引き出される可能性がある。クエルセチンは 薬物代謝酵素サイプ 2C9 の阻害剤としても知られている。クエルセチンは薬物代謝酵素サイプ 3A4 の誘導及び阻害剤でもある。言い換えると短期的にはサイプ 3A4 酵素の活性を低下させるが生体内の反応で酵素をより多く生産することによって誘導剤と適応する。蒸気のサイプ 2C9 とクッピー 3A4 は 薬物代謝酵素系のシトクロム P450 のメンバーであり、生体内での異物代謝に関与する酵素である。どちらのケースでもクエルセチンは、これらの酵素が代謝する薬物の結成レベルや潜在的な効果を変えうる可能性がある。通常の食事からの摂取量の範囲においては安全と考えられている。クエルセチンは、エイムズ主権による 変異原性がフラボノイド中最も高い物質とされる。しかし、クエルセチン配当体のルチンには変異原性がないと言われている。EARC ーーではケルセチンを人に対する発言性を分類できないとするグループ3に指定している。マウスでの蛍光半数値使用量は約 160mgkg。ケルセチンの配当体には以下がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。